石章モは土地か神か石章も属に分類される沈水性の水草。和名は葉が里芋科の石章に似ていることから付けられた。日本を含むアジア、オーストラリアに分布しているとされる。湖章や溜池、河川、水路などに生育している多年草。葉は根性の線形用で長さ10から8 0トル、幅3から9ミルメートル。 葉の先端の円には細かい巨子がある。捕腹系を伸ばして成長する。赤昌モの花は水中立花で、夏季は8から10月。私有一種で、雌花には花弁がなく、水面で開花する。オバ花は水中の花系から離れて水面に浮かび、白い花粉を多く生産する。花粉は水面を漂い、水面で開花している雌花に届いて受粉する。 同族の公害藻などに似るが、公害藻は、肺炎全体に虚子がある点や、地中に植芽を形成する点などで、区別できる。また、長江ミクリなど、沈水葉をつけるミクリ属の植物にも似るが、虚子や葉脈の様子を比較することで区別は容易である。他の石章も属植物と、同様、アクアリウムで利用されることがある。 その際の名称は、俗名のバリスネリアとされることもある。ヘラ元も言い,い、福井県小浜市、八代の浜に流れ着いた偉人が上を忍いで食べたという、言い伝えにより、彼らを供養する、出来ね祭りの儀式で食す。ABCDEF 神戸市立教育研究所、神戸の水生植物、ハット ABCDEF 核の安を、日本水槽図鑑分一総合出版、1994年、 P29 ヘラモエブリオ辞書4月6日、9年ぶりにテキネ祭りが復活をばまし、平成26年3月28日、ありがとうございます。